こういうアイランドキッチンで、はい、お友達とか呼んでいただいて、はい、ホームパーティーをしていただけます。最高ですね、はい、アイランドキッチン本当に夢なんですよ。すごいリラックスするのに最適なんでバッチリですね。前田さん、ありがとうございます。そして豊選手、はい、こちらご覧になっていただいてもよろしいですか。はい、こちらなんですが、こちらなんとですね、豊選手がおっしゃってた DIY やっていただけるインナーテラスになってます。こんな、はい、室内でできるなんてパーフェクトですね。ありがとうございます。はい、ケンタ座らせてもらえます。このソファー椅子すごいね、大きいですね。パンみたいな。いやでもすごい、パンに座ってます。最高ですね。座り心地どう？座り心地最高です。一回ちょっと足組んでかっこよく見せて。かっこいい。ケンタの膝元にあのワンちゃん置きたいな。いや犬も飼いたいんだ。その絵でこんなできますよみたいな。はい、こういうことですね。ちょっと撫でて撫でて。自分の理想の、うん、そうそうそう、これ理想やろ。いや犬大好きなんで。あ、いいやん。はい、こんな広い家住めたら飼いたいです。これちょっと英語でかっこよく なんて言うの。 Yo John, you wanna go for a walk? なんでなん。いや、散歩でも行きたいか。これすごい、言わない、ジョンの名前だ。これジョン、はい、もうパッと思いつきました。ジョン、それっぽいさを。あ、雰囲気を。いや、これいいですね。シアーズホーム2階ご案内いたします。2階楽しみですね。この階段すらおしゃれやな。はい、実は2階に上がる途中に、はい、何ですかここは。ここはですね、コミュニケーションブリッジといいまして、はいはいはい、例えばそうです、ね、趣味の読書とか、はい、あとは今こういうコロナウイルスの影響なんかで在宅勤務っていう方もいらっしゃると思うので、うんうん、ちょっとこういったところでお仕事をしたりとか、はい、っていうスペース。ちょっと座らせていただきます。あ、どうぞ。分かったら座って。いやめっちゃいいですね。最高です。すげえ。なんか剣道やっぱ体大きいからジャストサイズやな。はい、しっかりこうフィットしてなあ。でここで剣道ちょっと、はい、本なんかネイティブな英語聞かせてもらっていい。そうですね。 As he dropped into a chair by the kitchen table, he realized he still had his coat and hat on. But he may not have been able to do what was he to do? ちょ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 、なんて言ったの。訳すと、椅子に座った瞬、キッチン側の椅子に座った瞬間、まだコートと、帽子をかぶったままだった。どういうことや。ちょっと僕も今途中から。じゃあ次どこ行きますか。1階に上がって。はいはいはい、なんかありますね。うわ、この階段は、はい、どこに乗ってみましょうか階段。はい、これはなんていうスペースになるんですかね。こちらはですね、はいはい、小屋裏収納と言いまして。小屋裏収納。はい、ちょうど、わ、ちょっと高さがね。そうですね、高さがあの少し低くなってるんですけども、はいはいはい、あの多分僕はちょうどいいと思うギリギリ。僕らそれ言うの我慢してます。小屋裏収納。そうです。でもこれはこれなんかね、居心地はよく感じる。俺だけかな、はい、ケンタどう。ケンタちょっとやっぱ高さがあるからな。そうですね、正座してちょうどこれぐらいです。ほんまやな、膝曲げてちょうどですけど。すごい。じゃあここにはなんかその、うん、たまに使うものとかを収納するっていうことでいいんですかね。そうですね、例えばですけど季節もののこうお布団とか、うんうんうん、まあ扇風機とかですね、はいはいはい、それとか季節で入れ替えたりするものをこういったところに収納したりとか、うん、はいはいはい、あとは少しちょっと天井が低くなっているので、そうですね、これを少しプライベートの空間として使っていただけるのかなって思います、うんうん、おしゃれやな。なんかしかも涼しいですねここ。そうですね、どうしてもですね、はいはい、一番家の高いところに作るので、はいはいはい、やっぱりこう太陽の夏場ですね、はいはいはい、暑い光が来るんですけども、はい、まあ、こういったちょっとしたエアコンをつけてあげることで、お前や、はい、そして、まあ、シアーズホームのお家自体も断熱と断熱っていって、はい、すごく高性能のお家になってきますので、住みやすさは抜群だと思います。助かるな、最高ですね。じゃあ下行きますか。はい、
ましょうか。はい、かっこいい。今流行りのグランピングっていうのがあると思うんですけど、なんとそれをご自宅でしていただけるっていう。